虚空の道。かつて6人の神が創造したとされ、今なお神のしもべである守護者に守られているとされている世界。広大な空間にわずかばかりの土地と大小の道のみにより構成された世界。道から足を踏み外せば二度と地を踏むことなく落ちていく世界。どうやらお前が次のものらしいな。できるかどうかは分からんがな。とりあえず聞いておこう。光と知性を司る。そうか。これで終わりにしといてやる。オーケー。またどっかのバカがトーガを言って、俺の方は今客が来てんで。まあそう嫌がんねえ。ああ間違っても負けんなよ。そうや、そういう場合の答えは、そういう答え。終わったようだな。ちょっとこっち来な。アーサー入ってきな。おう、ちょっと欲しいものがあってな、届けてもらったんだ。おい、何見とれてんだ、挨拶ぐらいしろや。ごめんなさい、私アーシャって言います。よし、自己紹介はすんだな。じゃあこの腕輪を南の祠に収めてこい。つべこべ言わずに行ってこい。それとケイン、お前先週誕生日だったよな。思い出したようだな。俺たち一族は決まった年になったら結婚相手を当然自分の力だけでな。例外はなしだ。祠に行くついでに結婚相手を見つける旅に出てこい。何がいきなりだ。前々から言ってたじゃねえか。見つけるまでは帰ってこ。深刻そうな面すんなよ。ああ、水の属性の剣だが、他の属性のものが持っても問題ないはずだ。その代わり、いい女連れてくんだぞ。
なの？でもさっき外で誰かと話してたんじゃ。そうなの？で、その剣が伝説の名剣、トーガなの？この祠ね。魔王の封印の一つが解けたのよ。そうよ、魔王ダークロードよ。ほら、ぼやっとしてないで早く逃げなきゃ。道が崩れるわ。早く！ほら、ああ、もうなんでこんな人と私が。なんでもないわ。ん？男は細かいことを気にしないの。もうすぐラーワの国よ。とりあえず冒険者ギルドに行きましょう。冒険者ギルドっていうのは、登録すると情報を教えてくれたり、冒険の仲間を魔王をどうにかするにしても、まず準備をしなくちゃいけないでしょ。とりあえず登録して登録書を作ってもらわ。ごめんなさい。行きましょう。そうね。そさ、とっと。いらっしゃい。ご無沙汰してます。おや、じゃあこいつに必要なことを書いてちょうだい。この世界の光、火、
その姿は見えなくても常に私たちでね、その守護者の日に生まれた人は、さあ書いておくれ。何いい加減に書いてるのよ。あなたの属性はそれじゃないでしょ。別にいいぞ。それじゃあ冒険者ギルドの説明を簡単に。まず冒険に出ると、でもパーティーのパーティーは自分を入れて3人、その人がどうしても嫌だったら変更してもいいけど、あとの1人はあなたの自由。ただし人間には感情ってものがあるから気をつけるんだよ。相性の悪いもん同士でパーティーを組むといつもより能力が落ちるかもしれないからね。あと何か事件を解決したらその国のギルドに行ってみるといいよ。報酬をもらえるかもしれ、ただし時間が経ち。それじゃ気をつけて良い冒険を。ケイン、これからどうする？そうよ。それにもし相手が見つからなかったら、別に何でもないわ。それでこそケインで、あの。先が思いやられるわ。そうね。あら、ケインじゃない。調子の方はどう？そう。早く倒して。よろしく。真面目。じゃあ、や諦めないで。